チャス、チャス、よし。今日はね、はい、山田哲人、山田哲人選手32連続盗塁成功という、おめでとうございますなあ、はい、開幕から27連続成功、いやすごいですね、まあ、これは新記録だけどね、プロ野球の連続っていうのがね、いやそらね、はい、足にスランプないってよく言われるけど、はい、めっちゃ動かないというか動かないからね、重かったり足が張ってたりだとかさ、はい、する中で32、開幕から27、はい、アウトになってないってすごいことだよ、ね、それも走ってくるって分かってんだから、はい、まあそうですよね、もうこんだけ走ってたらピッチャーも分かるやろっていう話やんな、はい、でも山田の言葉を借りると、はい、キャッチャーは気にしないと、やっぱピッチャーの牽制クイック、それだけを見て走るという、至ってシンプルなんだよね、確かにそうですね、でもやっぱりこう勇気があるよね、うん、初球から走れるもんいや初球ってさ、はい、まあ、例えば考えたらよ、はい、向こうだって警戒してるから、はい、外のまっすぐを要求して投げやすいところに要求して刺しに来るとか、はい、そういうこともかいくぐってんだよね、だからいかにいいスタートが切れてるか、はい、俺一番山田のあのテストのそのいいところって、はい、やっぱスタートにあると思うんだけど、その中で力みがないっていう、無駄な力が入らないで、やっぱり無駄な力が入るとキレをなくしたりだとかさ、はい、体が浮いてしまって推進力が上に行っちゃう時がある、はい、でも推進力を常にやっぱりセカンドベースの方に向けて走れる唯一の選手かもわからんね、はい、あ、なるほど、うん、だからそのいいスタートが切れるから力みのない中間層が伸びスライディングに至るという、だからシンプル、やってることはシンプルなんだけど、はい、スポーツの中で一番難しいのは何だと思う、はい、スポーツの中で全部ひっくるめて推進力ですね力をいかに抜けるかな、あ、大事な場面で、あ、なるほど、だからみんな力んだりとか力が入ったりとか、はい、余分なこと考えたりだとかいろいろするでしょ、はい、でも山田に関してはその力みをスタートの時に感じないんだよ、ああなるほど、だから滑るようにスタートしていくっていうかさ、だから強烈グーッっていうような力も入れないし、はい、スポーンと出ていくんだよ、なるほど、だからそこら辺が、はい、俺はテストはすごいなと思って見てる、豊さんも結構やっぱ盗塁王とかなってるじゃないですか、まあね、もう投げ、なんていうんですか、こう自分がこうスタート切った瞬間に、あ、これミスったなみたいな、ある、あ、あるんですか、あるあるあるから、よくアウトになったよそうなんです、いやだから、はい、これもう神だよ俺にとっては、確かにすごいですね、そう考えたら、それは神だよ、連続、え、100% だからね、豊さんで連続何回、いや覚えてない、あ、覚えてないですね、うん、ただ1ヶ月14個ぐらい走ったことあるけど、あ、はいはい、それでもすごいですね、いやでも足パンパンになるから、それ毎年山田やってんでしょテストは、はい、そうですね、うん、すごいですよね、いやすごいと思うよ、だからこれはね、あの地味な、まあ言っても地味な記録かもわかんないよ、はい、盗塁っていうのは、はい、でもね素晴らしいあのセンスの持ち主だっていうのがよくわかるよね、すごいですね、うん、だから、まあ、どこまで伸びていくかわからないけども、はい、相手があんまり警戒してる風がないんだよね、こんだけ盗塁してるのに、ガチ、うん、はい、ガチ、いやだから、ね、なんかすごく優しそうじゃない、あ、なんか優男に見えるじゃない、はい、だから警戒がちょっと薄いのかなと思うぐらい、ね、いやいや本当に見た目もあるんですかね、盗塁見た目、だからホームランなんか打ちそうもないんだけど、いつの間にかもう30分超えてるとかさ、だからなんかすごくこう狐が羊の仮面をかぶってるような、はい、そんな感じの選手なんだよ、だから凄さはあんまり感じないんだけど、実はめちゃくちゃすごいと思う、はい、なんかどちらかというとそういう選手だよ、あ、なるほどね、だから影に隠れてお仕事してるみたいな、はい、コツ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 、まあ目立ってるよ、まあだいぶ、ね、十分目立ってるけど、だいぶ目立ってますよね、もうバレンティンも昨日見てたらさ、はい、バレンティンももう初球から走ってるっていうのは分かってるから、こうやってバントの構えしてたからねバレンティンが打つのやめて、うん、だからまああの山田に敬意を払ってるんじゃないの、それだけ、ね、だから
まあ素晴らしい記録ですよね、これはね。そうですね。盗塁ってさ、流れを変えたりとかするの、はい、アウトになったりとかすると。あ、うん、だけどそれを一回もやらずに、一回も失敗しないで、今シーズンなんか27、勢いをチームにもたらしてると、ね、なんで最下位なんやって。勢いもたらしてる、俺はテストを思ってるはずだと思うよ、はいはいはい。まあでも素晴らしい記録ね、はい。ちなみになんですけど、はい、うん、何歳ぐらいまでは走れると思います？やっぱ結構限界ってくるじゃないですか、年とともに。まあまあ確かにね、ちょっとずつスピードが落ちたりだとかさ、ね、瞬発力が鈍ったり、はい、反射が鈍ったりとかさ、いろいろするけど、そうだな、山田の場合はもう、まあ、30過ぎぐらいまではちょっといけるんじゃないの。あ、豊さんはちなみに何歳まで走りました？でも32ぐらいまで走ったかな。いや、その後も走ったよ、隙あらばということで、はい、でもよしっていうのがアウトになり始めたから、もう古田にバチバチ刺されたこれはあかんなと思う。なんか練習の時とかに、うん、あの 50m 走とかってタイムとか測ったりするんですか？いや、測ったりする時もある。何秒ぐらいだったんですか、ちなみに。俺が、はい、俺が 5.8 ぐらい。え、早っ。早いでしょ、めっちゃ早い。早かったなっつうんだ。今じゃちょっと想像ができなくて。今お前 5.8 で走るんですか？10秒以上かかんじゃね、はい。まあまあ山田選手ね、鉄人選手、まあどんどんずっと記録をね続けてくださいよ、本当にね、破られないような記録をね、はい、期待してます。頑張ってください。頑張ってください。